こんにちは、エバツタケシです。今回は何かやりたいと思った時、モチベーションが高いうちに行動を起こすのが一番楽というテーマでお話ししていきたいと思います。何かやりたいと思った時のモチベーションのピークは、そのやりたいと思った瞬間です。だから私はこれをやりたいんですと思った時が一番楽に、 行動を起こすこすすとができます自分がやりたいと思ったことを後回しにすればするほどモチベーションは下がっていきます。私はこれがしたいんだと思った時の感情の高まりは時間が経つにつれてだんだんと弱くなっていきます。物事というのは先送りにすればするほどそれを始めるのが億劫になります。だから自分が好きなことを実現させるためには今すぐに始める。 というのが一番いい方法なのです。私はこういう人間になりたいんだ。私はこういうことを達成したいんだと思っても、それをすぐに実現することはできません。例えば、私はお金持ちになるんだと決めても、すぐにお金持ちになることはできません。だから多くの人は、どうせ自分には無理だと諦めてしまいます。しかし、お金持ちになるんだ 思思っったた時ののモチベーーションのピークはそう思った時ですだからそのやる気が失われる前に何かしらの行動を起こす必要がありますこのように目標が大きくて今すぐ達成することができないものはそのゴールにたどり着くまでのプロセスを細かく分割することで初めの一歩を踏み出しやすくなりますいきなり年収1億円稼がなくてはいけないと思うと 何をしたらいいのかが分からなくなり、結局は何も行動を起こさずにモチベーションが下がってしまうということが起こります。だからそんな時は将来年収1億円稼ぐために今すぐできることは何かということを考えます。ここで重要なのはどんなに小さくてもいいので初めの一歩を踏み出すことです。どれだけ小さなことでも実際に行動を起こすことで 何かやりたいと思ったときすぐに行動に移すという習慣をつけることができます。年収一億円になるために今すぐできることは何かと考えたときまずはお金の知識を増やすために本を買って勉強しよう自分は絶対にお金持ちになれるというアファメーションを唱えよう自分に得意なことで人の役に立てるものはないか考えてみようなどということが思いつくかもしれません。 今のあなたにできることがどんなに小さなことでもこんなことをしても意味がないと考えずに初めの一歩を踏み出しましょう。どんな人間でも自分にできることをコツコツと積み重ねることでしか大きな目標を達成することはできません。あなたはどんなに小さなことでも毎日コツコツと努力を積み重ねることで必ず自分の望みを叶えることができます。世の中には。 周囲から馬鹿にされても、自分にできることを愚直にこなすことで、次々と目標を達成していく人と、こんなことをしても意味がない、こんなくだらないことはできない、などと言い、結局何も達成することなく終わってしまう人がいます。こういう生き方がしたい、こういう人間になりたいというものがあるのなら、どんなに小さなことでもいいので、今すぐ行動を起こしましょう。あなたには、 言い訳ばかりが上手くなり、自分の望みを何も叶えない人生を送って欲しくないと思います。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。江畑武でした。